僕はあのちなみにハドホです。爆弾ゲームしよう、爆弾ゲームしよう。ちょっと残り18秒やで。俺秒数言わんからね。俺秒数言わんからね。振らない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 。直すわけにはいかねえな、これな。直ったらボタン押さえて終わるからな。あっしょっと待ってということか。あーなるほど。あーそう、あー八山神海次だよね。神海です。村長自爆っすね。村長自爆だよね、これね。何かあげるように参加したんだ、それで。あ、そう。本当に意地あったんだね。そう、最悪。イビゲで撃った。違ったわ。いやー、すごいもの見れましたね。おー、クルメとかどうだ。あら、終わったー。はっ、あっ、あっ、あっ、ここに湧くやつ人外だ、お前も人外だ。あー、じゃあ違うから、もうどっか行く。あいつ殺そうぜ、マジで。あいつ殺そうぜ、マジで。おい、どこ行った。おい、八山。僕はあの、ちなみにハドホです。いっぱいいる。お疲れ様でーす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 。おい、てめえ。あちやま。なんだよ。これ見とけよ、なあ。何がだよ。あら。嘘です。僕はあのメイヤーです。メイヤーなんですね。はい。はい。波動砲は嘘なんですね。メイヤーです。信じます。波動砲で八山を殺すって宣言してたんですけど、メイヤーです。はい。サメさん、ここだけの秘密してください。もう一回、もう一回。勘違いしそうだから、もう一回。初手で、八山が、八山と僕でと夏ピョンで会えて、あの僕が波動砲って言って、夏ピョンもあの人外っぽい声してたんで、インポスターっぽい雰囲気を出して、八山を殺す雰囲気を出してたんですけど、なんか、ハッチャンとランさんが暗室でイタイタしてました。仕分けに行くぞー、行け波動砲やっまい。はい、イチャコラしやがって。ほら死ね、早く早く死ね。ほらお前なんじゃー。ハハ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 。はい、あ、全然全然全然。しなしなアベレージだけ、アベレージだけ、アベレージだけ。やだ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 。伊豆さん、伊豆さん、さ直前までなんかあのタスクしてた、タスクしてた、タスクしてた、伊豆さん。いや、全然、俺直前までバーガー行って、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 席の方に行ったら、いや、席の方に行って、伊豆さんが、そう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 アベレージ動揺人外です。アベレージ動揺動揺してたのに、なんでお前がそっち側なんだよ。とりあえずイルさん、とりあえずイルさん、絶対イルさん、絶対イルさん。違う。さあ。さあ。ファッション対決は。はっちゃんとミサトランのこと言わんでよかった。大丈夫か。俺らしいんだら終わりやつ。やばいかもしれない。まあまあまあ。めちゃくちゃ鳴ってる。めちゃくちゃボア鳴ってる。めちゃくちゃハリセンになってる。ちょっと待って、待って、どうだ。え、待って、これさ、もうしょうがないんだけどさ、これボワってなってるってことはまだ生きてね、これね。これボワね。ごめん。ちょっと待って。おい、ちょっと待てよ。まだやが。まだハリセンになってたよな。やってる。ハリセンの音残ってたね。残ってたよな今な。これさ、無害じゃないですか、逆に僕。行くと触れないんですよ。どういうこと？一応多分30秒ぐらい。いや、これ30秒経ったら振り抜きますよ、それバーンって。どう？じゃそれだけ見たくない？なんで？本当に振り抜くか。確かに。まあ確かに。エンジンから一個も動かないんでね。まあでもアベレージがハリセンだったからな、でも。うん、これは偽物かもしれない。あのスマブラで、あ、無害なスマブラで当たらないあのハンマーみたいな。あの、先っぽがあったら釣ってもらっていいんで。はい。みんな見たくない？でもじゃあこれね、さっきアベレージって言ってた瀬戸を振り抜いてもらえればね、いいよね。
ねえ、どんだけ鳴ってんねんこれ。これやばい人いる。残り20秒、残り20秒、残り20秒ね。ちょっと爆弾ゲームしよう、爆弾ゲームしよう。ちょっと残り18秒やで、ね、俺秒数言わんからね。俺秒数言わんからね。残り10秒ぐらい。あー怖い。やっぱ振らない、ほら振らない。振らない。ほら、やっぱ振らないっすよ。ほんとだ。すいません、まだっすか。振らない。ああ、振っちゃった。ちょっと、おい！ガチで来たね、こいつ！ガチで来たね、やついた！うーわ、もう。おいさあやられたわ。あれ、俺なんで切らなかったんだ今。なんかもうおかしくなって通報しちゃった。もうダメだ。これマジ。あれ終わってないってことは、ちょっと死体も上がってたじゃん、うん、上がってた。でも夏ぴょんの死体しか上がってなかったね。ちょっと待って、ね、伊豆さんが全員すっ飛ばしたのはギリギリ見えたんですけど、うんうんうん、スラッカーとインポスターでキリした人といるってことじゃないの。さあ、あの僕が、あのってか伊豆さんが、あの触れないとか言い始めたんで、30秒ぐらい経ってから、で全員そこに溜まってたんですよ。でも僕だけ行ったり来たりしてたら、あの行って戻ったら全身で、あの消えてて、伊豆さんが振ったね、音と同時に。でその奥に夏ピョンの死体かが上がってたんですよ。これイビゲ残ってる。アンパイはスキップか。伊豆さんがイビゲすっ飛ばすはずないから、アンパイはスキップやね。いや、ミサトランとハッサンだろこれ。ラバーズなんですよ。はい、これはもう行きます。僕が切りました。うん、ポンちゃんが切ったからね。はい、ポンちゃんが切ったんやったら、じゃあポンちゃんに入れるか。これさあ、もう全員人外だ。これそうです、ポンゼローに入れましょう。おい、うん、ダメです。ポンちゃんは絶対テルテルないし。なんで入れるんですか。いや、伊豆さんでしょ。伊豆さんに入れとくしかないよこれ。だって、まあ、伊豆さんが吹っ飛ばしてるもん。ああ、ケイさんは伊豆さん、ポンちゃん、ポンちゃん、じゃあすべて僕に入れて。もうテルテルやん。わかった、じゃあせめて入れる。ケイさんに入れる。わかった、ケイさんに入れます。オッケーオッケーオッケー。これで2票2票にしよう。はい、そういうこと。あ、ポンズジャッカルか。あ、そういうことね。多分そういうことや。あー、はい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 、はい、違います。計算がジャッカルです。おい、ポンズぶち殺しやるからな。てめえ殺しときゃよかったな今な。おい最悪だよ、殺しときゃよかったや。ちくしょ、これ直すわけにはいかねえな。これ直すわけにはいかねえんだ。これ直ったらボタン押さえて終わるからな。直すわけにはいかねえよこれ。直ったらこれボタン押されるからな。え、直すわけにはいかねえんだこれ。待ってな、直すわけにはいかねえ。よっしゃー、ちょっと待って、そのボタンはクソボタンじゃ。負けじゃ、これ俺が撃たれて負けじゃん。はい、ナイス。マジでクソボタンだって。ガチでクソボタンだってそれは。よし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 。初めて言ったわ、ちょっと待てって。シノブみてえな。ありがとう。おもろかった。いいやつだ。めちゃくちゃね、切って喜んでたのに。最悪だ。ワンチャン見出したと思ったね。ワンチャンあったな今の。ちょっとおもろすぎたな今の。勝ち筋ないもん。確かに。ああ、もうさすがにおもろかったな今のな。よかったな
今の綺麗でしたね。